ちは、グラントキューブチャンネルのエリコです。夏美です。このチャンネルでは私たち現役の広告代理店社員がウェブマーケティングの役立つ情報を解説しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回はリスティング広告における Google と Yahoo の違いについて解説します。 Google と Yahoo の大きな違いといえば、広告が出る場所ですか？そうですね、 Google 広告は Google で検索した時、 Yahoo 広告は Yahoo で検索した時に出る。今回そういう基本的なことは置いといて、置いとくんですね。その他の細かい違いについて今回は解説します。これからリスティング広告を出そうかなと考えている方はぜひ参考にしてみてくださいね。今回解説する違いはこの3つです。1、広告の違い。2、広告表示オプションの違い。3、審査スピードの違い。まず1の広告の違いについて解説します。Google は広告が2種類、Yahoo は1種類あります。 Google にはレスポンシブ検索広告と拡張テキスト広告の2種類、 Yahoo には拡大テキスト広告の1種類があります。 Google の拡張テキスト広告と Yahoo の拡大テキスト広告はだいたい同じような形式と思っていただいて OK です。よく見るタイプですね。はい、そうですよね。この広告は大きな文字の見出しと小さな文字の説明文、もっと小さな文字のパスで構成されています。いくつかルールはありますが、基本的には規定の文字数内で自由な内容のテキストを広告として出すことができます。なお、Google と Yahoo では使用できる文字数が異なります。Google の方が説明文の文字数が多いんですね。そうなんですね。あと、項目の数も多いのがポイントです。Google のもう一つの広告、レスポンシブ検索広告ですが、実は拡張テキスト広告と見た目は一緒なんです。ただ、設定できる項目数がぐっと増えます。たくさん設定した項目の中から、機械学習によってその時々で最もいい組み合わせの見出しと説明文が自動で選ばれて表示されます。拡張テキスト広告の上位互換という感じですね。そうですね。レスポンシブ検索広告は Google の推奨設定では必ず一つの広告グループの中に設定するのが推奨されていますので、まだレスポンシブ検索広告試したことがないという方はぜひ入稿してみてください。次に広告表示オプションの違いについて解説します。広告表示オプションとは、先ほど説明した広告と一緒に表示される補足内容といったものです。いろんなタイプのオプションがあるんですが、 Google と Yahoo ではその数が違います。 Google はいっぱいありますね。そうなんです。表の上から4つのオプションは Google と Yahoo で名前が違いますが、だいたい同じ内容のものと考えていただいて OK です。広告表示オプションは必ずしも表示されるわけではないんですが、設定しておくとオプションに有利になることがあるので、ぜひ設定しておきましょう。最後に審査スピードの違いについて解説します。広告は設定した後に審査が入ります。規約に反した内容だと審査が通らないので注意しましょう。審査スピードは Google 広告が審査期間約1営業日以内、 Yahoo 広告は審査期間約3営業日以内となっております。審査の込み具合によっては上記の期間より大幅に長く時間がかかることがあるので、余裕を持ったスケジュールを立てることをお勧めします。特に今はコロナの影響で審査に少し時間がかかるので注意しておきましょう。今回はリスティング広告の Google と Yahoo の違いについて解説いたしました。このチャンネルでは私たち現役の広告代理店社員がウェブマーケティングの役立つ情報をたくさん発信しています。ぜひチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。